次のポイント向こうの奥なんだよな。これがちょっと、いや待てよ、手前にいるね。カットして、落ち着いて。奥大丈夫か。いやいるな奥。ちょっとまずい、踏んでしまったか。このダイナミックな動き、ちょっと待て、これ打ち方かっこいいよ俺。ちょっとアークエンジェルの使うタイミングが相当難しいんですが、これがオムニムーブメント、スライディングガンガンしていくからね俺。いや絶対こっちが来る。トリピリで熱すぎる。スティームショットで回復で、これ押す、もう一押し、もう一押し、素晴らしいカバー、逆転成功。いいぞ、ついにこの時がやってきた。ということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。新作のコールオブデューティーブラックオプス6発売おめでとうございます。ってことでね、今日から BO6 やっていこうかなと思うんですけども、この動画を撮影している現在はですね、2024年10月25日の午前1時21分ということで、そうなんですよ、現在僕ですね PS5 版の BO6 を起動してるわけなんですけども、日本ではそう2024年10月25日の夜中の12時からサーバーがね正式にオープンしたということで、嬉しいっすね。 PC 版と比べてね CS 版は数時間だけねサーバーオープンが早いということでね、 PS5 版でね撮影していこうと思うんですけども、でね数試合プレイしてきたんですけどもね、やっぱりおもろい、もう最高やね。ってことで今回はデフォルトのロードアウトをあえて使ってプレイしていこうかなと思います。今後もですね、ハセシンのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿やライブ配信をやっていきますので、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録と、良ければですねグッドボタン、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それでいきましょうか、マッチ検索レッツラゴー。さあということで、サブソニックのハードポイントエンフォーサーでいきます。お願いします、レッツゴー。このマップいいっすよね。そう、正面の打ち合いがめちゃくちゃ展開できるんですよこれ。いきなりポイント、ちょ待って待って、グレーやばいぞ。ちょっと一回太陽、一回太陽、一回太陽、一旦チルの時間です。さあ冷静に1枚1枚、いやーちょっと1枚目倒すの若干エムグだったか。なるほど、スカウトパスオンライン。さあこっから、こっから、こっからガンガン行こう。敵強すぎ、ナイスカバー、素晴らしい。さあこの最初のねファーストポイント、ガチで忙しいんで、まあ、手前におったような気がしたが、倒してくれたかな味方が。奥にもいるんだよなこれが。ちょっと待って、一回リロキャンしてからの、さあスカウトパラス出たんで一回スカウトパラス出しようか。スカウトパラスオンライン。ちょっと待て待てって、バレてなかった、伏せといてよかった。ちょ左サイドから上がってみようか俺。そうだな、ちょっと裏取り気味に、ちょっと待って、飛行機上使わせてもらおうか。飛行機上使わせてもらって、冷静にいくぞ。まず周りから、そうアーサルトライフルのプレイヤーの動きをしていく、こういうことよ。でここでアークエンジェルいっちゃおうか。アークエンジェル発射ちょっと頼むわ今の自滅判定なんのかい、頼むでほんま。爆破範囲広いな、アークエンジェル。結構周りにスペースないとああなるらしいんで、皆さんお気をつけてください、お気をつけてくださいまし。あれね、自分で狙ったところに、まあ、自分であの狙いを定めることができるランチャーなんですけど、まさかの爆破範囲広すぎて自滅しちゃったね、いきなり。ちょっと待て待て待て、もう一周貯めればいい話を。スカウトパラソンライン、ちょっと待って、正面来てる、これ正面いるよ。カットして、グレネードに近すぎ、オムニムーブメントハセッチからの1キル、裏から来るぞこれ。ちょっとここでリベンジ行こう、リベンジリベンジリベンジ、これよ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 、アークエンジェルね、これ新しいスコアスリックね。ちょっと一回普通の武器で撃とうか、この正面気をつけて、正面大丈夫かで、アークエンジェル2発撃てるんで、もう1発いきます。さあこれを見せたかったわけですよ、さっきは。ポイント中いるのかな、ちょっと待って、アークエンジェルむず操作ちょっとむず、ちょ待て待て、倒したか、倒してないね、なんだ今のセカンドチャンスか。ちょっと待て、ちょっと待て、決まってる決まってる決まってる、ポイントだから俺任せてほしい。正面大丈夫か、正面怪しいぞ、めちゃくちゃおるんちゃうか。アークエンジェルまで一瞬でたまる。さあスカウトパルス出しちゃって、手前怪しい、手前怪しい、後ろからも来るぞこれ。グレネードにしやばすぎ、奥まだいる、カットしていく、止まらない、連続キル。さあヘリは出たぞ、ウォッチドッグヘリ、これはちょっと外のポイントの時に要請していい状況を作っていきたいね。次のポイント向こうの奥なんだよな、これがちょっと、いや待てよ、手前にいるね。カットして、落ち着いて、奥大丈夫か、いやいるな奥。ちょっとまずい、踏んでしまったか、このダイナミックな動き。ちょっと待って、これ打ち方かっこいいよ俺、まだいるか、いや動きやばすぎ俺、今のオムニムーブメントの動きめっちゃ良かったぞ。でもマジでイケメンムーブ出とったけどな、完全に。カットしてく、ちょっともう一人いるなそれ、気をつけろ。
いや、ショットガンかーい。一発の思い出されたな。裏取り任せてほしい。また裏から来るぞ、これ。こんなことしてたら俺、こっちから来るんじゃないかと。ちょっと一回車の上、いや来ないな。次のポイントここなんで、ちょっとピンとかも立てて味方と一旦意思疎通。多分こっち来るんすよね。一旦ここで待っておいてもいいような気がするが、シンプルにちょっと待って、一旦ウォッチドッグヘリ要請して、ポイントなんか入られちゃったんですけど、ちょっと待って、2枚ぐらい入ったな。あれ一旦カットして、またセカンドチャンスが強すぎるか。あれなんかパークなんか、あれちょっとよく分かってないか。まだなんかパークっぽい感じがするな。何をどういう風にちょっと使われてるのか分かってないけど、フィールドプレーとかではないよな多分。一体何なんでしょうかというところであるが、こんにちはクエンジル、どんどん行くよ。ポイント正面大丈夫ね。カットして、さあ行った。いやいや、人数エグすぎる。ヘリ落とされたか。体育早な敵、ここ頭出し打てるそうだ。いや待って、左から前、いや待って、正面だろこれ。どっちかというと正面大丈夫か。一旦グレ投げるわ。正面グレ投げて、右から上がっていくのが結構いいかもな、これ。ここの扉なんか開けることできるっぽいんだよな。どうやって開けるのかまではちょっとまだ把握はしてないんだが、カットして、カットして、ナイスカバーでかい。その3枚でかすぎる。で敵は多分こっちから来ると思うので、ナイスカバー素晴らしい。奥ローにしてるよ。ちょっと1回下がろうか。スティームショット爆速回復神すぎる。ちょっと1回スカウトバランス、様子を見よう。手前からも来るやろ。でこっちからも来るっぽいんで、裏回ってカットして、さあ行こう。ちょっと待って、ポイント中の一回ケアをしていきたいが、カットして、さあ手前行くんだよこれ。でもうポイント中いるか、これ。カットして、ポイントまで押さえてあげるから。一旦、いや待ってよ、ウォッチドッグヘリが溜まったら、ウォッチドッグヘリ出して、ちょっとアークエンジェルの使うタイミングが相当難しいんですが、これがオムニムーブメント、スライディングガンガンしていくからね俺。任せてほしい。でポイントなんか入られてるんで、ちょっとポイントなんか、いや待てよ、右降りな。一旦外周のところからしっかり対応していきたい。いや惜しいけどな。ウォッチドッグヘリも対空されてはないな。まだ生きてるな。オッケー行こう、アークエンジェルレッツゴー。ちょっとブーストしてみるか。ブースト早い。ブーストいいね、悪くないよこれ。ブースト結構うまいこと使えるようになったら強いかもな、アークエンジェル。ブースト速度上げて奥行って、レッツゴー。おー、ダブルキル、熱っ。マジ悪くないよこれ。ブーストっすね。なるほどなるほど、速度アップをうまいことちょっと先頭に組み込むことができればかなり活躍するっぽいわ、アークエンジェル。でスカウトパルス出して、次のポイント耐える時でいこうか。でアサルトパックスよければどうぞと。で上からちょっと対空、いや待てよこれ、一緒に来てるぞ。カットして、いやまだ来るか。いやー、どっから逃げてんだこれ、手前のところが。やべ、でもアークエンジェル溜まったんで、このポイントとアークエンジェルの相性めっちゃいい気がするんだ。ちょっと上から角度をつけて、ダン、トリプルキル、あっつマジで。でもう一発撃っちゃおうか。もう一発撃っちゃって速度上げて、ポイント正面来てるっぽいんで、ドン。うわ惜しい。でも結構ローになったんじゃないか、周りの敵も味方も多分倒しやすい状態になってるんじゃないかなと。これ裏回るか、ちょっとここの遠回りになってしまってるから、まあいいでしょう。逆に言えば相当綺麗な裏取りになるぞこれは。この俺の裏取り解くとこな、あれいないっていうね、味方が倒してくれてるっぽい、素晴らしい。でもカットして正面来るよまだ。いやグレの投げ位置上手すぎ、敵危なすぎ。待てよ待てよ待てよ、このポイント正面来てるこれ、やっぶれ、マジでギリギリで。ちょっと待って、もう一回ヘリつなげたいから、ちょっと待てよ、敵がハート、なんかアークエンジン出てるぞこれ。ちょっと待てよ、ってことは一旦正面からポイント、いやこれ後ろから回ってあげない、多分正面だけじゃしんどいと思うんだよな。あ、ここの扉開け、あ、そういうことだ、ボタンがあるんだ。いやーマジかー、いいとこ見てんな。いやこれどうだ、ちょっとネクストポイントがあと12秒、次のポイント、ちょっとまだポイントの位置が覚えきれてないが、次のポイントここなんで、ここみたいなので、ここをちょっとグレ危なすぎ、ここを重点的に押さえて込んでいきたい。奥倒して、さあどう来る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 、いやうまいなそれは、そのスライディングのずらしうますぎるわ。ちょっと待って、ここら辺で耐える時につなげてる、マジやばい、マジきつい。ソロ持ちダブルキル、アークエンジェル素晴らしいカバーでしょこれ。このマップとの相性良すぎるマジで。
ちまでよ。こっちの奥どうだ、いるかな、いるかな、いねんだ、いねんだ。 U ターン間に合うか、これ U ターンが間に合う、素晴らしい。 U ターンしてポイント、いいよ、味方カバーしてくれたから結果オーライ。ちょっと待って、手前もおるから、これがオムニムーブメント。いや裏もいいんだ、そっちもいいんだ。スカウトパラス一回要請して、こっち6倒してダブルキル、このエムよ。でスカウトパラス出してるから、ちょっとこっちの奥怖くて、グレネードのこのマークは一回警戒しつつ正面入ってみるか。これ、いや2人だか、これ予想外だな、思った以上に多かったな。さあ次のポイント、次のポイントがこちらなので、こっちをちょっと押さえていってあげたい。え待って、倒してないか俺、やってもうた、最初の敵倒してると思って俺打ち上げて違うところ狙ってもうた、やってしまわれた今のは、完全に完全にやってしまったけども、ここでナイスカバー、素晴らしい。これ扉閉めた方がええんじゃん、ちょ待って後ろからも来ると思う、扉閉めれる、これ閉められへんわ、ボタンちゃうんかな。いや絶対こっちが来る、トリピキレ熱すぎる、スティームショットで回復で、これ押す、もう一押し、もう一押し、素晴らしいカバー、逆転成功、いいよ。どうだどうだどうだ、次のポイント、リスポーン近い、アークエンジェル、アークエンジェル、こういう時アークエンジェル行くしかない。でポイント中ダブキレ、もう一回行こうか、味方にポイント入ってもらって、俺アークエンジェルで正面押さえ行くわ、正面押さえ行ってみるか、アークエンジェルダブキレ、素晴らしい。横押さえてあげる、後ろワンチャン来るのでは、こっちゃいしと、勝利きました、逆転成功、86キルまさかの果て死、80キル超え、1本目の動画から超無双でございます、すごいぞこれ。ということで皆さん、ナイス逆転勝利、そして80キル超えと思っていただけたら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録お願いします。86キルデス20キルデス比 4.30、 目標スコア1050、えぐい、この逆転すさまじい。妹もしてみようか。ということで、しっかりとポージング決めて、いやでもこれはいいっすね、アークエンジェルが後半結構刺さりましたね。ということで改めていかがでしたでしょうか、少しでもハセシンナイスプレイだったぜと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価でございます。ということで今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。